誰に
冷えた体人恋しくて夢見てるあの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける闇の中ポツンと光る自動販売機100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめ恋の結末もわからないけどあの子と俺は将来さえずっと夢に似てる大人たちはかかろう捨てろ捨てろと言うが俺は嫌なのさ退屈な授業が俺たちの全てならばなんてちっぽけどなんて意味のないなんて無力な中華だよ
た一生超えて向こうに見えるは親のうち向こうに
駅の片隅で誰にもいたずらされないようにうずくまっている年老いた犬パンをあげても見てるだけ時が来れば汽車に乗る私泣くことも他何もしてあげられない私惹かれてしまった三毛猫その上を何台もの車が通り過ぎてゆく思わず目を閉じてしまった私を許してくださいみんなだってそう思っていると信じて人間のためにあるのよさ残さずに食べなさいそんな風にお母さんにはなりたくありませんでも私だって食べて育ってきたのだし虫だって殺したことももう役に立たなくなったら捨ててしまったり自分本位で可愛がったり小さな檻に閉じ込めてバカにしたり汚がったり一枚に身を託す。まる
な受験生に誰がした。I know.
Time.
月巡りのバスは走る窓に広がる青い海よ悲しみ深く胸に沈めたらこの旅終えて街に帰ろう眠ってる部屋
し怖くない、ここで待ってる、あなたが心を開けてくれるまで、膝を抱えて一人座ってる、私送れ、冗談冗談冗談、
まり帰った結婚式場冗談冗談冗談お二人のために万歳しましょう。自分じゃつけるいらんで頭を突き出すあいつ仕事と思って街を飛ばすドアの向こうへあいつが消えた灰皿投げつけお前が憎いドアが開いてあいつが見てた冗談冗談冗談聞こえましたか今のはほんの急ぐちょっと待って冗談冗談冗談酔った勢い今のはほんの冗談冗談冗談働く仲間が正しくありがん
空に星がある
帰れない。破り捨てて寝転がれば僕の一日が過ぎてゆく。ある日踏切の向こうに君がいて通り過ぎる汽車を待つ。遮断機が上がり振り向いた君はもう大人の顔してるだろう。この腕を差し伸べてその肩を抱きしめてありふれた幸せに落ち込めればいいのだけれど今日も一日が過ぎてゆく。街のどこかに寂しがり屋が一人今にも泣きそうに愛をなくして何かを求めてさまよう似た者同士なのね。ここへおいでよ夜は冷たく長い夜明けまでギターを弾こう。
空をご覧よ、寂しがり屋の星が涙のを引いてどこかへ旅に立つ。愛をなくして何かを求めてさまよう、似た者同士なのね、そっとしときよ、みんな孤独でつらい、黙って夜明けまでギターを弾こうよ、ギターを弾こうよ、ギターを弾こうよ。昨日ばったり道端で昔の友達と会った。お前この頃どうしているんだ、そう言われたのだが、ギターを抱えて毎日をやっているよなんてとても言えなかったし、俺もやっと会社でボーナスがよ、うん十万になったんだぞと言われた時、僕は未だ日本中をブラブラしてるよなんてとても言えなかったし、お前今どこに住んでんだよ。俺か、俺はよ青山のマンションに住んでるんだと言われた時、僕は未だ傾いた芝又のアパートに住んでるなんて言えなかったし、彼が現在の話をするたび僕はただ顔で笑ってるだけだったし、それじゃあまたなと一人で喋って言ってしまう彼、僕はその後ろ姿にとっても小さな声でこう言ってやった。なるほど、お前の住んでるところにやよ、マンションや車に乗るなんてのは当たり前だろうけども、なるほどお前の住んでるところにはそうしたもんがいっぱいだろうけども、お前の住んでるところにはバッタの一匹もいねえだろってさ。昨日江戸川を歩いていたら空は嘘みたいに綺麗だったし、そして地上にはほらバッタが遊んでいたし、もしあんたらが葛飾へやってきたら柴又へ来てみるといいよ、マンションも金持ちもいない代わりにバッタの一匹も見られるかもしれないからってさ。
日学校の先生が生徒の前で説教した。テストで100点取らへんと立派な人にはなれまへん。クソくらえたら死んじまえ、クソくらえたら死んじまえ。この世で一番偉いのは電子計算機。あ、適当に拍手してください。この歌今まで俺一人で歌ってきたんですけど、一人で歌いっぱなしのも面白いありませんしね。だけどこのクソくらえたら死んじまえってとこみんなで大合唱したい。では2番からよろしく。ある日真面目な親父さん、息子を呼んでこう言った。仕事のことだけ考えて毎日せっせと働いてちょうだいよ。はい、三四、クソくらえたら死んじまえ。アホレ、クソくらえたら死んじまえ。文句も言わずに黙って働く機械の部分品。あ、別に無理して拍手する必要はございます。ここはどこ行っても拍手のないところなんでございます。私はもう慣れてしまって別に気を悪くとも何ともしておりませんから、どうぞ気楽に参りましょう。ある日会社の社長はん、社員を集めて訓示した。君たつ渡すを離れてはまんず、生きてはゆけない身の上さ。はい、三四、クソくらえたら死んじまえ。はい、その調子で、クソくらえたら死んじまえ。金で買われた奴隷だけれど心は俺のもの。温かいご同情の拍手をありがとうございます。何でも次に歌います箇所が問題になって発売禁止になったそうでございます。その問題の箇所を一発。ある日政治家先生がでっかい面してこう言った。君たち真面目に勉強して私のようになるんだよ。はい、憎しみを込めて、クソくらえたら死んじまえ。ちくしょえ、クソくらえたら死んじまえ。税金ちょろまかして二号を持つなど、おいらもやりたいな。今手を叩かれた女性の方、多少色気違いの毛が洗ってくれた。次はいわゆる要注意のクレームのついた箇所でございます。ある非聖なる宗教家、まんまんちゃん、あ、信者の前でお説教。この世で我慢をしていればきっと天国行けます。このリフレインは嘘こくなこの野郎、こきゃんあったなこの野郎でお願いいたします。おい、三四、嘘こくな、あ、この野郎、こきゃ上がったな、この野郎。見てきたような嘘をこくなよ、聖なる神の使者。大体いいんですけど、こきゃ上がったなところ、もっと漢字を込めて、見本見せれば、こう、嘘こくな、あ、この野郎、こきゃ上がったな、このぐっと漢字を込めていただく。では、次から。次に歌いますか、カットされてしまった部分なんですけど、今日はそのカットシーンを特別にご披露いたします。ある日政府のお偉方、新聞記者に発表した。正義と自由を守るため戦争しなくちゃならないと。はい、それ嘘こくな、あ、こぐっと感情を込めて、こきゃ上がったな、この野郎。おまはんらが儲けるためにわてらを殺すのけ。しかしこの光景を知らん人が見たら集団発狂したと思います。これから歌う歌詞は全然レコーディングの時には入ってなかったんですけど、後からみんなくっつけたやつばっかりでございます。ではまず最近の国際情勢に目を留めまして一言述べさせていただきます。ある日ソ連のお偉方、チェコの問題でこう言った。仲間の危険を救うため侵入したのよ、許してね。はい、それ嘘こくな、あ、この野郎、感情を込めて、こきゃ上がったな、この野郎、バカみたい。
千恵子は何にも言わないけれど気持ちはよくわかる。ある日アメリカのお偉方、チェコの問題でこう言った。空見たことか恐ろしい、共産主義は飽きまへんで。はいそれ嘘こくな、あこの野郎こきゃ上がったなこの野郎。そういうことはベトナム侵略やめてから抜かしやがる。